霊気。霊気、霊気 A、霊気、霊気、霊気ヒーリングは民間療法であり、手当療法、エネルギー療法の一種である。本記事では便宜的に国内に伝わるものについて霊気と表記する。明治から昭和初期にかけて海外から導入された思想、技術と日本の文化が融合して多種多様な民間療法が生まれたが、 霊気はこの民間療法における霊術、民間精神療法の潮流の一つである。霊術の世界で、霊気は手のひらから発する癒しのエネルギーを指す言葉として一般的に使われていた。霊気は薄い亀男が始めた薄い霊気療法、薄い霊気療法、霊気に始まり、これが海外で独自に発展、簡略化したもの。霊気は、 薄いの弟子の林忠次郎から日系アメリカ人ハワヨ、高田に伝えられ、霊気としてアメリカで行われ、高田とその弟子によって世界中に普及した。霊気は体に備わっている自然治癒力への東洋の信仰に基づくとも言われ、西洋自然魔術の伝統に連なるとも考えられる。手術者は患者の治癒反応を促進することを目的とし、患者に軽く手を当てる、もしくは、 患者の真上に手をかざして、手のひらから、霊気というエネルギーを流すと考えている。ニューエイジの考え方の一つとして、西洋では広く人気となった。霊気が存在するかということではなく、症状や健康状態が改善されたかという点に着目して多くはないが、科学的研究が行われている。通常医療の代わりとするほどの証拠はない。 保管療法として行われることもあり、2007年時点で世界で500万人が実践しているとされる。健康維持や自己啓発に有効であるとも主張される。宗教で行われる手当、手かざしとよく似ているが、霊気関係者は霊気は宗教ではないとしている。霊気は日本発祥の言葉として欧米を中心とする海外で認知度が高い。 2001年に発行されたイギリスの辞書の審判では、新たに収録する日本語由来の英語の一つとして、ラメン、ベント、外人などと共に、霊気が選ばれている。手をかざす、または直接相手の体に手を置いて、生命エネルギー、霊気を流し込むという考え方、実践である。手術中に、天使のたてご事と,という楽器を、体の上で演奏することもある。 その効果としては、生命力の活性化を図り、生体内のエネルギーバランスを調整し、自然治癒力を高めるとされる。毎日、雨水による誤解、幸福の秘宝、万病の霊薬であるとされる大人へ、自分の心身を磨いて、自分も周りの人も幸福を増進することを目的と、するという。西洋のニューエイジでかなり人気があった。一般に心身を治療する技法。 ヒーリングと認識されている。創始者の薄い亀男が設立した、薄い霊気療法学会という名前からも、薄いが療法と認識していたことがわかるが、単に、療法とみなすか、療法以上のもの、単なる療法ではないとするは、意見が分かれる。霊気を療法とするか、そうではないとするかには、法律との兼ね合いも関係している。多くの霊気関係者は、アチューンメント、 伝授という儀式でエネルギーのより効率的な回路となり、誰でもできるようになる儀式を受ける側の知識やトレーニングは不要としており、これが霊気の得意な点となっている。アチューンメントはセミナーの形式で行われることが多く、有料であり、レベルが上がるほど高額になる。自分自身に施すこともでき、アチューンメントの段階を踏めば遠隔治療も可能とされている。 霊気関係者は、霊気は、あらゆる療法と併用可能であり、マイナス面はないと主張している。現在、霊気として知られる民間療法は、薄いミカ八1865年から1926年が始めた薄い霊気療法、薄い霊気療法、霊気が海外で独自に発展、簡略化したものである。霊気は、薄い亀男によって、約100年前に、 日本で誕生し、薄いの弟子、林中次郎、1879年から1940年から日系アメリカ人、ハワイオ高田、1900年から1980年に伝えられ、高田によってアメリカに伝わり、彼女とその弟子によって、霊気として普及した。西洋では薄いが、弟子の系統を林に、林が高田に与えたと信じられているが、証拠はない。海外に、 後継者を得たことで、世界中に急速に広まった。一方、日本での霊術は、戦後 GHQ に禁止されたことで、おおよそ終焉している。ただし、起源に関しては、バーバラ霊のように、霊気は古代から存在するという意見もあり、古代、チベットあるいは古代インドを起源とする意見も、少なくない。バーバラ霊は、文化人類学であったとされるが、この論の根拠は不明である。 この場合、薄いは、再発見者、または、中高の祖とされる。海外では、霊気は、宇宙のエネルギーであり、薄いより以前、古代から存在する、古代の方が現在より優れており、徐々に廃れていったという説が主流である。キリスト教系には、神が直接作った最後の人間アラムが最も、優れており、人類は時間経過と共に徐々に弱体化している。つまり、 古いものほど純粋であり優れているという考え方がある。古代より普遍的に存在するとする立場では、霊気は釈迦やイエスが行った癒しと関連づけられる。チベット仏教の影響を受け、チャクラの概念を導入して、霊気を改造した者も,もいる。とはいえ、ニューエイジや一部の霊気に見られる虹色と七つのチャクラを関連づける考えは、伝統的なものではなく、 近代新知学のチャールズ・ウェブ・スター・レッド・ビータ、1854年から1934年が20世紀に新しく考案したものである。現在では様々な流派が誕生しており、新しい技術や色々な考え方が加えられつつあり、さらに多様化してきている。海外に普及した霊気は日本では、西洋霊気とも呼ばれる。早稲田大学の平野直子は、霊気の歩みを見ていくと、 霊気両方、霊気、霊気は、それぞれの地域、時期に、特有のディテールや、強調点を持っており、また、各々の中ですら多様なバリエーションが存在すると指摘している。霊気は、どの時代、地域においても、普及や、維持の中心になるような組織を早くに失って、しまっており、中心的存在の不在が、多様性を生んだと考えられるという。その一方、霊気は常に、 近代科学による、心身感を問題化する言説の中にあり、ある程度の同一性も維持されている。海外、日本ともに、一般的な、西洋礼気における基本的な手術のやり方は、手術者が、受け手の全身の12箇所に順に手を当てていく、12、ポジションと呼ばれるものである。終了まで、約3 0分から60分かかるが、礼気は型にはまったものではなく、 短縮することもできるとされており、柔軟に変化しながら伝えられている。この基本の12ポジションはハワイオタカタによって工夫されたものであり、ある程度は自由なやり方で構わないとされる。また西洋霊気では、初伝、ファーストディグリーのアチューンメント講習後、21日間を自己浄化期間として、12ポジションの自己ヒーリングの実践を推奨している。 霊気の手術は、セッション、トリートメント、ヒーリングと呼ばれている。西洋霊気の系統では、そのハンドポジション、手の位置は、インド哲学、インド哲学を取り入れた、近代新知学、チャクラ理論が、さらに追加されており、その関係から説明されることが多い。チャクラは、荒尾身、実体と、この細身、非実体、霊体の接点であり、 エネルギーのセンターとも言えるもので、通常はあまり機能していないとされる。霊気の手術は、アチューンメント、伝授で誰でもできるようになり、行う側には、何の工夫も努力もいらないとされている。また、雨水による、誤解と呼ばれる句を日々唱えることが推奨されている。霊気は、明治末から昭和初期に流行した霊術で、広く使われていた用語である。 手のひらから放射される癒しのエネルギーを意味し、ごく一般的な言葉として用いられていた。この術は、当時霊術の一種として、お手当て、お手かざし、触手療法などと呼ばれていた治療術である。霊術の元の一つであるメスメリズムは、18世紀、ドイツの医師フランツ・アントン・メスマーが考案した治療法で人間や動物の体を動かす流体。 動物時期の存在を想定し、その調和を回復させることで、病気の治癒を目指すものである。科学として考案されたが、ヨーロッパの伝統的世界観、自然魔術の系譜に連なるものでもある。霊術については日本でも忘却されて久しく、霊気は一般的に人間に備わっている自然治癒力に対する東洋の世界観、宗教観に基づいていると認識されている。 霊気の手術者は、手から普遍的なエネルギーである霊気、生命エネルギー、宇宙エネルギーを発して患者に送り、患者の回復を促していると考えている。海外の文献では、霊気は、キリスト教における光、または、プネウマ、チベットにおける、ルン、インドにおけるプラーナ、ハワイの呪術における、マナ、疑似科学における、バイオプラズマなど、 様々な文化、用語に置き換えて説明している。現在、霊気は、両方と共に、それに用いるエネルギーを指す。エネルギーとしての霊気は、ほとんどの場合、宇宙エネルギー、生命エネルギー、宇宙生命エネルギーといった言葉で説明され、人間の体を流れ、人間を生かすものだとされる。海外の本では、さらにプラーノなど馴染みのある伝統的概念に、 置き換えられるが、日本では、このような例えは、ほとんど見られず、簡潔な説明で終わっている。霊気は普遍的なエネルギーであり、霊気マスターあるいは霊気ティーチャーによりアチューンメント、または伝授、イニシエーション。国内の伝統では、霊叙、霊叙と呼ばれるという儀式を受けることで、直後より、自他共にヒーリングができるようになるとされる。アチューンメントとは、 エネルギーの回路を開く、エネルギーの流れを大きくする、エネルギーへのアクセスを可能にするものだとして、この儀式はセミナー、講習という形で行われることが多い。高いレベルの霊気ヒーリングを受けたことがあれば、アチューンメントを受けていなくても霊気が使えるという意見もある。セミナーでは様々なことが教えられるが、知識で霊気が使えるようになるわけではないと考えられている。ため、 重視されるのは、アチューンメントとシンボル、マントラである。霊気の能力の段階は、3段階、または4段階である。アチューンメント、電磁で伝えられるシンボル、マントラによって能力が向上し、遠隔ヒーリングも可能になるとされている。自家電霊気では、シンボルは、イン、マントラは、呪文と呼ばれる。シンボルは特定の印、マントラは特定の言葉であり、シンボルは、 本字との関連性が指摘されている。シンボルとマントラが一つずつ組になっており、一般的には四組とされる。うち三組がセカンドディグリーで、一組がサードディグリーで伝授される。シンボルマントラは、秘伝、非公開であり、多様を慎むといった慎重な扱いもされており、多くの本では掲載されていない。しかし、掲載している本も複数あり。 ネットでの掲載も見られる。この風潮に対し、現代、霊気を主催する、土井博は、秘伝を売り物に、セミナーで荒稼ぎをする風潮に、歯止めがかかるかもしれないが、多くの人が秘伝として、大切にしてきたものを、何の関係もない人たちの目に触れさせたという、心ない行為である特言を提している。海外では、様々なルートで伝わり、多くの流派があるため、 シンボルの種類、アチューンメントの方法、ヒーリングの方法、アチューンメントの金額も様々であるという。定期を習得するには、アチューンメントを受けさえすればよいという考えもあるが、四日市大学の寺石越省は、定期の十大特徴の一、二の内容、法律などからすれば、アチューンメントを受けさえすればよいという考えが、生じるのは当然とも言えようと指摘している。技術だけでは、 不十分と考え、薄いが伝えた心をより重視する意見もある。また、ウェブ上では、遠隔でアチューメントを行えるとするものがあるが、テライ氏2008の調査によれば、書籍においては、そのような説はない。霊気実践者は、霊気の特徴を簡単かつ効果があることであると主張している。テライ越章は、 霊気関係者が述べる霊気の特徴の一例として、持月としたかによる霊気の重大特徴を挙げている。寺市越省は、勧誘のために、都合の良い文句を並べたようにも見えるが、これに類する内容が大部分の霊気の本に見られる、ため、多くの霊気関係者の共通認識であると考えて、差し支えないと述べいる。訓練や集中を必要としないとされる点は、 他の手当て療法と大きく異なる。同じく、ニューエイジで指示を集めた、超越瞑想では、集中しない、努力が必要ない、効果が証明されているなど、同様の主張が見られる。誤解は、薄いの教えとされる、笑福の秘宝、万病の霊薬、進むの通称である。薄い未完は、誤解を朝夕合称して、心に念じ、口に出して唱えることが、笑福の秘法。 万病の霊薬であるとした。もともと誤解とは、仏教において、在家の信者が守るべきとされる基本的な五つの解のことであるが、それとは異なる。薄いの誤解は明らかに、精神修養のためのものであり、霊気においても、日々唱えることを推奨する場合が多い。努力を必要としないとする霊気においても、日常的な努力が推奨されていることがわかる。誤解。 幸福の秘宝 BR1 万秒の霊薬。今日だけは BR、朝夕合唱して、心に念じ BR 口に唱えよ。心身改善 BR 薄い礼儀療法。はじめそ BR、薄いミカオ、ファイブレーキプリセンツ、ザ・シークレット・アート・オブ・インバイチン・ハピネス。BR、ザ・ミラキアラス・メディシン・フォール・ディジーゼス。AT リスト・フォー・トデー、BR、 Every morning and evening, join your hands in meditation and play with your heart.br, s t a y in your mind and chant with your mouth.for improvement of mind and body.br 薄い霊気療法 .the founder, br 三河を薄い。これに非常によく似たくが、鈴木美山が衝動していた典型的な精神療法の一つ、健全哲学の書、鈴木美山。 健全の原理、1914年に収録されている。健全の原理では、鈴木が示す壮大な哲学体系により、精神をまさしくに保つことで、体を人間本来の健全な状態に保つという理論が展開されているが、これはアメリカの新宗教でニューソートに数えられるメリー・ベイカー・エディのクリスチャン・サイエンスの影響を受けている。また、 高木秀介が1925年に発表した人体アウラ霊記述は宇宙に満ちるアウラ、オーラ、プラーナと呼ばれる正気を補うことで健康を取り戻そうとする両方であるが、高木は同書で薄いの誤解によく二択を使用している。早稲田大学の平野直子は高木と薄いの両方に何らかの関係があるか同じ情報源を参照していた可能性を指摘し、霊記は 呂水の独創というより、同時代の精神療法のコンテクストに深く根ざった存在であったと述べている。明治時代に海外から導入された催眠術、催眠術の元になったヨーロッパの非正統医学、メスメリズム、動物磁期説と日本の主言道などの呪術文化が融合して、霊術という民間療法の潮流が生まれた。霊期はこの霊術において、 一般的に使われた用語である。手のひらから放射される癒しのエネルギーを意味し、当時はこの術は、お手当て、お手かざし、触手療法などと呼ばれていた。霊術を研究した井村浩二は、薄い霊気療法は、多種多様な霊術の流行の中で生まれた霊術の一つであると指摘しており、心理学者の小熊虎之助は、霊術と同時期に流行し、同じくメスメリズム、 催眠術の影響が大きい精神療法の一種とみなしている。伝承によれば、薄い三河を1865年から1926年が安心立命の境地を求めて1922年、大正11年3月に倉間山にこもり21日間の絶食を行い、21日目の深夜に能天を貫く雷のような衝撃を受けて、 神し、目覚めた時には、自由能力を得ていたという。海外では、この体験がブッダとイエスの癒しの号の秘密を説く、鍵であり、薄い式霊気の出発となったとされている。はじめその薄いは、この自由力を霊気、霊気、霊気と名付け、同年四月東京に、薄い霊気療法学会を設立。翌年百二十三年には、関東大震災が起きたが、 その際には負傷者の手当に活躍したとされる。その後、1926年に死去した。薄いの霊術家としての活動は4年と短く、霊術、精神療法の歴史の中では特に目立った人物ではないが、彼が考案した霊術は海外に後継者を得たことで、現在では広く普及している。日本での霊術は戦後 GHQ に禁止されたことで、 おおよそ終焉している。倉間山以前の薄いの行動や信仰は書籍によって大きく異なり、海外のものは非常にドラマチックである。西洋霊気では、薄い亀男はキリスト教の聖職者、神学校の校長であり、キリストの癒しの奇跡について質問された際、適切に答えることができなかったことが探求のきっかけであったとされてきた。ここから、 旧道あるいは研究が始まり、古代の言語や思想、宗教を研究し、長い時を経て、サンスクリット語の文献の中に、ブッダの癒しの奇跡の手がかりを発見したとされる。または、大学の教員、学長であった、長い探究の最後に、倉間山に至ったとされる。薄いの生涯を調査した土井は、薄いを同志社大学の学長、学部長、新学部教授、 神学校の校長、博士、キリスト教の聖職者、牧師、神父などとする説を否定している。薄いがキリスト教徒であったという話は西洋で布教するために付け加えられた可能性があるまた、上野圭一は薄いの霊気は日本の伝統的な思想と関連が深いと指摘している。霊気の書籍等で薄いの生涯に触れる場合、キリスト教に限らず、 ほぼ例外なく、薄いが宗教と無縁ではなかったことが強調されている。薄いに始まる霊気は、戦前日本国内でかなり普及していたという意見も、ある。直伝霊気の山口忠夫は、薄いの門下は2000人に及んでいたと述べており、手当療法実践家のアスケジローは、薄いの門下及び手のひら領事の、棚末の道など、諸派の信奉者は、終戦前は100万人と言われるほどであったとしている。 薄いは、霊気の伝授レベルを、初伝、奥伝、前期、後期、新秘伝に分けているが、これは霊術において、一般的な弟子養成プログラムと同様である。英語ではそれぞれ、ファーストディグリー、レベル1、セカンドディグリー、レベル2、サードディグリー、レベル3、または、マスターッツディグリー等、と訳された。薄いが、新肥伝まで伝授した師範は21。 または20人とされるが、その中の一人海軍大佐、林中次郎、1879年から1940年は、退役後の1925年、昭和6年に治療所を開設し、林霊気研究会を設立した。1935年に、ハワイ生まれのアメリカ人で、日系2世のハワイオ高田、高田ハワイオ、1900年から1980年が、 来日した際に重度の難病を林中次郎の霊気により感知しことから林に弟子入りして1938年にハワイを訪れた林中次郎から神秘伝の伝授を受けたとされる。ハワイオタカタは林から神秘伝を受けた13人のうちの一人であるとされる。アメリカではタカタは林から後継者として認定されたと言われている。ハワイオタカタは 1970年までは、セカンドリグリーまでしか伝授していなかったが、1970年以降、サードリグリーの伝授をはじめ22人がマスターの伝授を受けた。霊気は、高田とその弟子によって広く普及し、通称、西洋霊気、A、ウエスタン霊気、海外霊気と呼ばれている。ハワイ高田は、後継者を指名しておらず、彼女の死後、組織は揉めて分裂し、 ハワイオタカタの孫、フィリス・レイ・フルモトを含めた21人の所属した、霊気アライアンスが1981年に、説、22人のうちの一人であった、文化人類学者、バーバラ・ウェイバーレイは1982年に、アメリカン・インターナショナル・霊気アソシエーション、現、ラディアンス・テクニークを設立し、霊気の普及を目指した。現在では、アメリカをはじめ、イギリス、カナダ、スペイン、 ドイツ、オランダ、オーストラリア、インド、シンガポール、中南米、台湾、香港など、世界各地に広まっている。海外、日本とも、現在では、西洋霊気が主流となっており、日本では、西洋霊気に国内に伝わる霊気を取り入れたものも、多い。敗戦後の日本を統治した GHQ が禁止したことで、霊気を含む霊術はほとんど壊滅し、 大体医療として、海外で、冷気が流行り出した時には、日本国内では実践者は少なくなっていた。1984年にニューエイジのブームと共に、冷気、西洋霊冷気として、逆輸入の形で、三井美恵子によって導入されて、日本でも冷気を知る人が増え始めた。その当時は、国内では、セカンドレベルまでの電樹にどまっていたが、1九9三年に、 ドイツ人のフランク・アジャバ・ペッターにより、マスターレベル、教師育成の伝授が行われるようになり、本格的に普及が始まった。海外では、日本国内の霊気は一旦断絶したと考えられていたが、伝統的な薄い霊気療法学会も続いており、その他にも自家伝霊気研究会のように伝統的な霊気を伝える団体がある。日本国内では西洋霊気が主流であるが、 国内の霊気の情報も徐々に知られるようになったため、ほとんどの日本国内の霊気関係者は、西洋霊気のみか、西洋霊気に国内に伝わる霊気を取り入れる立場に分かれている。薄い以後の系統は、対別すると以下の通りである。海外霊気では、林の後継者は、高田のみであり、霊気は、激しい迫害にさらされたことで、日本国内における伝承は途絶えた。 という話が長い間信じられていたため、薄い大林高田の系統を、本流、政党とみなし、唯一の系統と考える傾向もある。ただし、バーバラレイはこの立場を取らず、林の後継者は複数であったとしており、高田についても一部否定的な見解を述べている。高田の系統は、アメリカ国内外での普及のために、史実や、展示の方法は簡略化して、独自に発展したため、 薄い霊気療法学会などとは大きく異なる部分もある。また、アメリカでは、薄いが1922年に開いた薄い霊気療法学会、薄い、牛田十三郎、竹と美な一の系統は途絶えたと考えられてきたが、現代霊気の土井広氏などの研究により、現在も存続していることが分かった。これらの研究により、西洋霊気で伝えられてきた伝承に誤りがあることや、 方法や目的、理念の相違などが判明し、土井の癒しの現代霊気法に詳しくまとめられている。ただし、薄い霊気療法学会は、伝統的な方を維持するため、外部との交流は非常に少ない。一方で、フランク・アジャバ・ペッターや山口忠夫によれば、林霊気研究会は、林の死後、林の妻が引き継いだのを最後に、戦後 GHQ により、 民間療法が違法とされたことも影響して途絶えたと、されいる。長らく、国内には、林中次郎の系統は残っていないと考えられて、北が、林霊気研究会で1938年に、林中次郎より、霊児を受けた山口千代子が、家庭内で長く受け継いできた霊気を、自家伝霊気研究会とし、2000年より、公開伝授を行うようになった。 軍人で治療家だった、林中次郎の医師を受け継いだ団体で、直伝霊器の山口忠夫は書籍において、臼や林が医療分野での活用を中心としていたことをべており、癒し、ヒーリングではなく、身体的な治療としての霊器を強調している。薄いの霊器の手法、思想、教育システムは霊術において一般的に見られるものであり、 霊気に類似する治療法と霊気との影響関係は判断し難い。霊気ヒーリングシステムの持月としたかは、他に、薄い霊気療法学会から分派独立して影響力を持った人物として、手の平良二の江口俊弘、三井孝志一等園の鈴木五郎、林忠二郎門下の松井翔王、富田流手当療法の富田勲佐二の名を挙げ、また、 石井常増陸軍少将の正規術、成長の家、正式健康法の最小作りに影響を与えた可能性もあると述べている。以上のように、霊気、霊気の系統は、薄い大輪高田に限られず、複数の系統があり、一部は日本国内で現在まで続いている。近年では、土井博が薄い霊気療法学会と西洋霊気の療法で学び、西洋霊気に、 国内の伝統霊気を取り入れて現代霊気を開いた。他にも西洋霊気と国内の伝統霊気の要素を融合させようとする系統が複数ある。また、上野圭一は霊気アライアンスの系統は、インドの神秘家バグワンシュリラジニー氏、和尚の弟子に伝わった流れがあり、それはオシ様、霊気と呼ばれて、インドのデガン高原のアシュラムや、 各国の瞑想センターで教育が行われている、と述べている。上野によれば、アメリカのエサレン研究所出身のセラピストやアシュラムで、教育を受けた各国のセピストが働いていたが、日本人も少なくなかったという。霊気には、インドの伝統思想を導入し、チャクラなどインドの概念が見られるものがある。これらの系統以外に、 海外では霊気がヒーリングの一般名称として使用される場合もある。ため、薄い式とは関係がないヒーリングが霊気を名乗ることがある。それらと区別するために、薄い、または薄いを前に付加して表記することもある。アメリカ国立保管統合衛生センターの2015年までの情報によれば、霊気に関する人を対象とした臨床研究は少数であるが、繊維金通称、 頭痛、癌、うつなどの疾患や健康全般に対する霊気の利用について調べた研究がある。これらの研究における対象はごく少人数であり、霊気を行わない場合との比較や無作為化比較試験は行われているものは少ない。そういう意味で信頼性の高い研究は存在せず、いくつかの専門家グループは、霊気の有効性は証明されていない、と結論付けている。 2008年の一研究では、無作為化した研究繊維筋痛症に対する効果は否定された。医学的な証拠を調査している国蘭共同計画が2008年に出した調査結果では、疼痛の緩和に関して、定期3件を含む24件の無作為化または対象を持った研究が見つかり、疼痛を緩和する可能性があるとされた。手術者が、 経験豊富な場合に効果が大きくなる傾向が見られており、さらなる調査を検討すべきだとした。ただしこの調査結果は古くなったことを理由に2013年に取り下げられている。また、同じ国乱共同計画による2015年の調査結果では、16歳以上の不安やうつに対する有効性を示す十分な読んどころはないと結論付けられた。 2018年のメタアナリシスは、無作為化された4研究から疼痛を緩和するとしたが、結果の解釈に誤りがあり、実際には統計的に有意な効果はないとする指摘がある。低王石灰の疼痛では、全2研究とバイアスのリスクが高いが有効だという研究が存在した。オックスフォード精神医学ハンドブックでは、症候を書いた治療を避ける必要があり、 厳格に調査されていないことを科学的な感じで提示されると疑似科学として騙されることがあるとし、まだ理論が推定されているものの例の一つに霊気を挙げている。霊気やセラピューティックタッチのような手当て療法、エネルギー療法は全く効果がなかったとしても、患者の体への物理的な働きかけはほぼないため、副作用は考えにくい。ただし、 必要な医療の提供がそれによって遅れたり、遠ざけられたりする危険性がある。アメリカがん協会、イギリスのアメリカ国立保管統合ヘルスセンターは、霊気は、癌のような病気の治療において、通常医療の代わりとして用いてはならず、あくまで通常医療の補助としてのみ利用すべきであると、述べている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。